皆さんこんにちは。ベニシの佐藤です。3月26日の、日曜日の12時半から2時まで、開校直前模擬講義っていうものをやりたいと思っております。まあ、一応ね、全体構造をやるんですけどもね、まあ、既に申し込まれた方ないしはこれから検討している方はもちろんなんだけども、まず見てもらいたいと思っています。で、知的所有権ってこういうものかなってね、それによって大体わかりますから。で、一番最初の1年間にかけてどんなことをやるのかなっていう概要わかるかと思うんですね。そしてその後で一応復習ってものをねやろうかなと思ってるんです。で、1時間ぐらいまあこの模擬講義をやりますよね。で、それに対してどのくらい復習かけてやっていったら良いのかなってね、それだと分かりますんで、ぜひともね、まあ申し込んだ方もそうなんだけど、これから申し込みを検討している方、この方も来ていただいて、どのくらい1時間のインプットに対して復習ってかかるかなって、ね、それを検証してもらいたいと思っています。これ私の講義をね、取った方もそうだろうし、他の先生取った方でも良いと思ってるんです。まあ、どういう形であったとしても、大体1時間ぐらいの講義に対して、復習ってどのぐらいかかるのかなと。まあ、それが一つの勉強の目安になるわけではないですが、そういった意味ではぜひ、3月26日に来てもらいたいかなと思っています。で、私の開講が、1年合格ベーシックコース、バイドっていうのは、4月の9日に始まりますので、それまでにね、ぜひご検討も含めて、3月26日に来てもらいたいと思っております。